男子テニスの8月14日付 ATP 世界ランキングが更新され、綿貫陽介は前回から順位を4上げて90位となりキャリアハイを更新した。また、日本勢トップの西岡義人に加え、ダニエル太郎もトップ100に返り咲き、これでトップ100の日本勢は3名となった。アルカラス、ジョコビッチ、西岡義人らシンシナティ OP 組み合わせ、 26歳の綿抜きは前々週のランキング更新で99位となり自身初の100パーンが入りを果たすと、その週に行われたムバダラシティオープン。アメリカ、ワシントン、ハード、ATP500 で、ATP500。カテゴリーで初めて16強入りし、前週のランキング更新で94位に順位を上げていた。綿抜きは前週のナショナルバンクオープン。カナダ、トロント、ハード、ATP1000。 2予選から出場を予定していたものの予選1回戦を前に棄権したため、今回ポイントに変動はなかったものの、他選手との兼ね合いで順位をさらに4上げキャリアハイの90位となった。日本勢トップの西岡は、ナショナルバンクオープンで初戦敗退を喫死ポイントを35落としたもののランキングは45位のまま変動はなかった。 ナショナルバンクオープンで予選を勝ち上がり2回戦進出を果たしたダニエルは順位を二重上げ約4ヶ月ぶりにトップ100に返り咲いた。また、先月のアトランタオープン、アメリカ、アトランタ、ハード、ATP250 で約1年9ヶ月ぶりにツアー大会に復帰し8強入りしたものの、その後左膝の負傷の影響で欠場の続いている西木よりもポイントに変動はなく、 順位も355位で変わらなかった。なお、今週開催の W&S オープン、アメリカ、シンシナティ、ハード、ATP 戦、には西岡が出場しており、13日の1回戦で G バレール、フランスを6、を6-4、7対5のストレートで破り初戦突破を果たした。8月14日付の男子 ATP 世界ランキングの日本人上位11選手は以下の通り、 ないは前回のランキングからの変動数。ないは前回のポイント。